本日はですね、歌う動画ですねに特化した動きの付け方ということでね、ご紹介できればと思っております。今回の講座内容としては、投稿させていただいた音崎ゆなさんによる歌ってみた動画のモーションについて、制作の過程をご紹介しながら、歌う動きの作り方のコツだったりですとかね、軽くメイキングみたいなところも見せられたら良いかなと思っております。リズムを取る動きですね、揺れる動きとかを実際に作ってみましょうか。この辺だけちょっと作ってみましょうか。簡単な作り方としては、今回ね Z の動きから作るので、グラフで考えるのが一番楽かなと思うんですけど、ターンターンターンぐらいのこのリズムで、こんな感じかな。こんな感じでしばらく往復させるっていう感じなので、これをコピーしてもらって、であとこう貼り付けていくみたいな感じなんですけど、どうしてもねこれでやっていくとやっぱりねこうズレが発生しちゃうわけですよね。長い範囲でやってると、一定の範囲でこう選択して、まあ、この辺から遅れてるなっていうところがあったら、まあ、この左右でこう調整していただいてもいいんですけど、ドープシート上だとね他のパラメーターと比べて動きの感覚調整できるので、そのあたりでやるとしたら、選択した状態でここを押すと感覚調整っていうものが、こういうものが出てきます。で例えば 80% とかにすると、選択した範囲がこうキュッと縮まったりとかしますので、このあたりもね駆使してやっていただくとリズムが合いやすいかなと思います。次ですね、パートごとに調整を入れていく。でイントロはマイク関係ないので、結構顔の動きをね大きめに動かして、しっかり横に揺れてるような動きを作っていくという感じですね。でサビに入るところでちょっとこう息を吸いながら歌い出すっていうところで、ちょっと大きめの動きを入れながら、でこっからはちょっとね、なるべく顔の動きが、顔の動きというか顔の位置がマイクから変わらないように意識してます。ここで何をしているかというと、 Z から説明しますと、まず Z の動きの幅自体もイントロではこのぐらい動いていたものが、ちょっとだけこう幅を抑えてますね。であとは顔の位置を動かさない工夫としては、体の回転 Z と角度 Z で、イントロでは体の動きに追従させてちょっと遅れて顔が傾くみたいな感じで、まあ、割と同じ方向に動いてるような動きをつけてたんですけど、イントロの終わり際でちょっとワンクッション挟んでおいて、こっからは体と顔の Z がちょっと逆転するような感じ でかつね、ちょっとこうイレギュラーな動きを入れているところは歌詞とかに合わせてちょっと演出を入れてる感じですかね。体と顔をね逆側に傾けるような動きを入れると、まあ、顔の位置はとか角度が変わりすぎないまま、体だけしっかりねリズムに乗ってるような動きが出せるのでおすすめなのと、またちょっとねこう揺れてるような動きっていうよりは、首をかしげてるような、ちょっと肩を入れてるような、ちょっと可愛らしい動きに見えるので、もうこだわりポイントですね。そうですね、ちょっとこういう動きも入れていただくのがおすすめかなと思います。まずは芝居付けというかモーションをつける前にリップシンクでね口の動きをね先につけておくのがおすすめかなと思います、はい、アニメーションメニューのトラックから音声ファイルからリップシンクを生成というところですね。はい、そうするとこちらのダイアログが出まして、モデルと音声ですね、まあ、ボーカルデータの音声を選択して OK を押すと、はい、こんな感じでここにねなんかすごい数のキーが打たれたのが、これがリップシンクってやつですね。基本的にはその音量のグラフで調整していくんですけども、このグラフがですね、まあ、こんな感じになってまして、こう全選択してもらって、でこのグラフ上でガッと上げてしまうのが、まあ、一番分かりやすいというか後々調整しやすいかなと思います。まずはモデルの調整ですね。ここが結構ね大きいところかなと思うんですけれども、まあ腕周りの調整ですね。もともとのデータはやっぱりその腕を前に出すみたいな動きは想定されてないというか、肘から先だけはこう前に出ますけど、こう向いた時にこの袖周りとかは分かれるっていう感じで、まあがっつり横を向けるようにはなってないので、この辺りがしっかり切り替えられるように